こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。こちら側から失礼いたします。本日はおはしょりをすっきり見せるコツの一つ、三角上げについて解説をしていきます。以前ライブ配信をさせていただいた時のご質問の中に、三角上げのことちょっと教えてほしいということでコメントをいただいたので、今日はピンポイントですが解説をしていきたいなと思います。本日は炉の朝の長襦袢に社の伊達締め、それから毎日の着物生活を可能にするあらゆる上質な小紋、これ大小あられですけれども、これを着ています。ではちょっと着ながら解説していきますね。おはしょりをすっきりさせるということは、おはしょりの部分って布が何枚か重なっているので、そこの内側を見えないよ、見えない部分なので、上に上げてしまえばおはしょりがすっきりするというコツということですね。解説すると、そこを今日はご説明していきますね。よいしょ、上前を合わせてシワを上に上げて、私は腰ベルト、お人によっては腰紐の方もいらっしゃると思いますが、上げていきます。よいしょ、すっきりさせて、で後ろのおはしょりを決めていきます。はい、で前の襟合わせしていきますね。ここ私3段階で4段階だ、1、2、3、4ということで布を体になじませていきます。1、2、3、4、内側の三角上げというのはこの次の工程になりますが、おはしょりのことちょっとお話をさせていただきますね。今日私一重なので、ここの布っていうのは内側の布の1枚2枚、外側の布の1枚2枚ということで、計4枚重なっているわけですけれども、合わせになると裏地がプラスされるのでプラス4枚ということは、パッと掴んだ時に8枚布が掴めてしまうんですね。で今ここ打ち上げっていう部分があって、打ち上げをもしたくさん取ってたとしたら、もう複数枚布がつかめてしまうので、ここをおはしょりをすっきりさせるというのは、この内側の布がなければ今つかめるこれだけの布になるので、痩せて見える、すっきり見えるということになりますね。あと、このおはしょりの三角上げはすっきり見せるとか痩せて見えるっていう意味で言うとすごく有効な方法なんですけれども、立ったり座ったりするとどうしてもここがパカパカしやすいので、それが嫌だという方は三角上げをしないというのも一つ選択肢だと思います。では早速三角上げのコツお伝えしていきますね。事前にこう襟合わせっていうのをしっかりねしておきますよ。今日私広襟なので、よいしょ、私ね体が曲がっているので、ちょっとまず背中心を合わせますね。皆様はここ襟の幅おおよそ掛け襟のところで3分の1曲げて合わせて持って、こういうふうに襟幅を決めて言って、ここおおよそ人差し指の第1関節、第2関節の間ぐらい、第2関節ぐらいかな、お好みによりますが、こうやって襟を決めて、さあ後輪ベルトを留めますというところから三角上げスタートします。わかりやすくまずはちょっとお見せしたいと思います。わかりやすくお見せするために片方をちょっと脱いでみました今先ほどこうやって襟合わせをが終わった段階ですね。襟合わせが終わって後輪ベルトを留めるところですね。後輪ベルトを留める位置はアンダーバスト、指3本から4本下でパチンと留めてあげます。でここの布をですね、上に上げてあげるんですけれども、内側の右側でここをつまんで左手で上に上げます。この時にできるだけこの襟の中に三角上げというか、ここを
上げた部分が収まるようにしていただければと思います。例えば夏物の時、何も考えずにこうやって上げてしまうと、着物の色は紺色、襟裏、この裏地の部分ですね、襟の裏の部分はおよそ白の布を使っていることがほとんどなので、こうやって外に出てしまうと、上からもう一枚着た時にここの部分が透けて色がね分かっちゃうんです。色が違うのが分かっちゃうので、あとはやっぱりこの辺りがすっきり収まるので、この中にしっかり収めてあげた方がいいですね。でここまた左手で後輪ベルトを押さえてあげて、今分かりやすく出しますね。この辺の布がブワーっとしてあまり状態がよく見えないので、腰骨に向かってこうやって下ろしていってあげる、布の交通整理をしてあげます。このことを三角上げというふうに言いますね。ポイントはここをしっかり上げてあげること、それからこのたわっと余った部分を布の交通整理をしてあげること、腰骨に向かって折ったところからだん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 下げていくということが三角上げのポイントになります。三角上げがちょっと苦手だなという方、それから途中まで来て三角上げするのを忘れちゃったという方に、とっておきの方法をお伝えしたいと思います。私はよく浴衣を初めて着ますという方には三角上げちょっと難しいかなと思うので、今日のやり方をお伝えしているので、ちょっとご参考にしていただければと思います。着物でも応用できます。まず襟合わせをしますね。私は後輪ベルトなので後輪ベルトで留めていきます。でアンダーバスト、指3本から4本下のところを留めて、通常だったらここから三角上げしますが、今日は三角上げをしない方法を取るので、手は後ろに回って、だから今ここ布をすごいつかめる状態です。で逆側の襟も左右対称になるように合わせて、アンダーバスト指3本から4本下ぐらいで止めてあげます。今ここ布がしっかり4枚つかめている状態です。三角上げにする代わりに、要は内側のこの辺の布ですよね、この辺の布をつかんで、ここの穴、見圧口と言いますが、見圧口からピュッとつまみ出してあげます。なんか角みたいに見えるので、私は角って言ってるんですけれども、ここを出してあげることによって、ここにあった内側の布っていうのが上に上がってくるので、おはしょりっていうのが今先ほど三角上げをしたのと同じように、ここが2枚になっています。三角上げをするのと角を出すこの方法は、やっぱり三角上げをする方がこのあたり綺麗になりますけれども、難しいなとか途中で忘れちゃったという方は、前の工程に戻らずともこの方法でも代用できるので、よかったら試してみてくださいね。あとは全部一緒の工程です。よいしょ、背中のシワを取って、でここ角見えてる状態だと思うんですけど、もうこれこのまま、皆さんだったらお人によっては伊達締めで、私の場合は前結び用の帯板をつけるんですが、もうこの角を出したままもう次の工程に進みます。で胸元を決めたら必ず背中のシワを整えますね。三角上げの方法、今日はここをねすっきり見せる、おはしょりをすっきりさせるコツの一つとして三角上げの方法、それから裏技もプラスしてご紹介しましたけれども、やはりここがすっきりしてる方がいいと思われる方多いと思うんですが、やっぱりそれぞれデメリットメリット両方ありますよね。なのでこう盲信的に三角上げしなくっちゃと思わずに、一度よかったら三角上げをした場合、しなかった場合、両方一日過ごしてみて、私はどっちが好きということで好きな着姿を見つけていただければというふうに思います。私は両方試してみて、やっぱちょっとここすっきりさせたいなと思ったので、私は三角上げの方法をとっています。コメントでいただいたご質問にお答えします。
寝るとき私浴衣とかそれから着物の半着短いものとモンペを履いて寝ていますということで、以前お答えしたことがあったんですけれども、腰紐だと崩れたりしませんかとか、なんか紐だけに普通なっちゃうんですけどどうしたらいいでしょうかというちょっとご質問いただいたので、お答えしますね。私は寝るときゆるりと必ず伊達締めをしています。やっぱりね、伊達締めをしていないと私決して寝相がいい方ではないので、気がついたら朝起きたらここ紐が一本とか、よく旅館の浴衣も伊達締めを持って行って胸元を押さえてあげるだけで朝起きたらここ何もなくて紐が一本みたいなことは避けられますので、よかったら伊達締め皆さんお泊まりに行かれる時とかもご活用くださいね。私も伊達締め寝る時愛用しています。毎日たくさんのコメントご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆様からいただいたコメントは次に動画を作る参考にさせていただいております。いただいたコメントにはすべて目を通しておりますので、引き続きましてコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。本当に不器用で本当に面倒くさがりだった私が、着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらのチャンネルをご覧いただくと、知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。本日のこの着物の柄は大正わらべです。私の出身は鹿児島なんですけれども、薩摩のその定め柄は大正あられだったそうなので、ちょっとこの着物着るときにいつもふるさとを思い出します。それではまたお会いしましょう。